どうも、こんにちは、みずにゃんです。今日の動画は、いじり系じゃなくて、いじったら全部、ブーメランに返ってくるから、最近いじることができない系 YouTuber の、よりひとくんがね、TikTok にで、女性暴力を振るっている動画を拡散される件について、お話を、したいと思います。まあ、ちゃんとね、後からコメント欄のところにその動画をね、貼っておくので、ちゃんとね、見て、もしね、興味がある方、SNS でじゃんじゃんね、拡散してあげちゃってください。まあ、ネタでもガチでも、渡辺真琴とやってることは同レベルです。ね。まあ、この動画はね、よりひとくんが3月4日に投稿した原宿で喧嘩をしているカップルがヤバすぎるという動画。で今、よりひとくんの動画で、まあ、相方としてこう活動している小島深瀬ちゃんという子がいるんだよね。で、よりひとくんと、まあ、小島深瀬ちゃんは仲が悪いという設定でやってるみたいなんだけど、まあ、2人で、原宿の街を歩きながらクレープ屋さんでクレープを購入するも、まあ、小島深瀬ちゃんがね、クレープを口にしたところ、無理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 と、甘いもの嫌いやし、まずいよってね、店の前で叫んだの。その瞬間に、よりひとくんが態度を急変させて、小島深瀬ちゃんに詰め寄って、で、服を掴んで引っ張り回したり、転倒させたり、お腹へ蹴りを入れたりした。で、元の動画ではね、その部分がカットされているんだけど、まあ、通行人の方がね、いや、偉いね、暴力動画を撮って、で、まあ、TikTok に、投稿した。で、それが、まあ、Twitter でね、こう、じゃん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 、まあ、拡散されているような形なんだよね。で、まあ、被害者のね、小島深瀬ちゃんはツイッターで、まあ、クソ悪いけど、暴力で解決できるならそれでいいと思います。正直クソ楽しいです。嫌いですけどとツイート。で、よりひとくんは、言うこと聞かない女は暴力で、解決するしかないんですよと。YouTuber ではよくある話と、ツイートと。まあ、はっきり言ってね、痛いです。はい。まあこれね、ツイッターでは、まあ、この動画、見た人たちが、これどっちもどっちじゃないと。もう小島深瀬ちゃんもすごい態度悪いから、まあ、ぶっちゃけより人がここまでね、怒ってもしょうがないよね、みたいなことを言ってる人がいたりとか、いや、やっぱより人はね、本当にクソだなって。いうふうに、書いてる人もいたりとかするんだけれども、まあその僕がね、まあ、この動画を見てじゃあどういうふうに思ってるかというと、まあ、はっきり言います、より人はクソだなと思います。で、なんでまあね、より人がクソだと思うかっていうとね、まあ、言うことを聞かない女は暴力で解決すると、まあ、そういう思考をしているというものがまずありえないことだよね。いや、普通に考えて、口があるんだから、口で解決しろよって話なんだよ。で、小島深瀬ちゃんが、もしね、自分がその態度、ね、より人自身が態度気に食わないんであれば、いや、口でさ、いや、ちょっとこれダメだよと。そんなことやったらっていうね、感じをやればいいのに、なぜね、手を出すんだという話。で、これはね、ほんとね、ネタであろうが、ガチであろうが、ほんとね、やってることがしょうもない。だって考えてみたらわかるけど、原宿だよ。で、見てる人がたくさんいるし、通行人だってめちゃめちゃ多いところじゃない。で、まあ、より人ってそれこそ、まあ、中学生とか高校生とかに、まあ、人気だと思うのね。そういう人がじゃあ原宿の路上でね、あんなことやってたりとかしたらドン引きだし、てか普通に考えて迷惑だからね。警察沙汰にこうなったっておかしくない話なんだよ。ね、たくさんの人にこう迷惑をかけてしまう。で、なおかつ、ね、やっぱりこう暴力をされた側っていうのは心にやっぱり傷って残ったりとかするんだよね。で、まあ、よりひとくん自身はすごいね、人によってこうコロ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 こう態度を変えたりとかするわけですよ。例えばですよ、まあ、自分よりちょっと影響力があったりとか有名な YouTuber 相手になるとすごいね、塩らしく、ね、なったりとかするんだけれども、でもね、相手がこう女の子であったりとか自分よりね下だと急にこう態度をですね、まあ、表変させるというか、もう偉そうになると。で、まあ、人を見てね、こうやってね自分の態度を決めるっていう、まあ、とんでもない、まあ、やつですよ。うん、やつなんだよね。だからもうこれはまあよりひとくんが、まあ、チャンネル登録者数が伸びて、で YouTube である程度こう知名度がこうついてきた時にすっごいね、これは分かるんですよ。から変わったんですよ、そういうところが。だからもう今回のね、その動画だけれども、俺はネタなのかガチなのかわからない。ガチなんだけど、実は頼仁君のことだから、いや、あれはもうネタなんですよと。で、次の自分の、動画のための伏線なんですよとかね、言い張ると思うけど、いや、僕はね、あれはっきり言うよ。あれ本性だと思ってるからね。本性なんだけど、それをネタだってこうね、言えば、いくらでもね、視聴者、ファンのことは言いくるめられるというふうに、思ってる、そういう魂胆があって、で、ああいう動画を俺はね、上げてるんじゃないかなというふうに、ああいう動画っていうか、ああいうことをやってんじゃないかなっていうふうにね、思ってるの。やっぱこう頼仁君といえばね、そのいろいろあったじゃないですか。去年、淫行騒動があって、で活動休止をした。でその後ね、チャンネル登録者数、下がってますよ。なかなか伸びない。それはね、もう俺も同じなんだけれども、でも頼仁君チャンネル登録者数70万人超えてて、でそれが10万人近くね、なんか解除したと。で最近はね、YouTube の動画でもあまりね、人に対してこう物申すことがこうできない。だからやってね、その小島深瀬ちゃんっていう、それこそキャラクターを持ってきて、いや、もともと面白い子であるんだよ、ちょっとぶっ飛んでて。でその子をね、なんとか生かして、で YouTube に動画上げていこうということをやってるけれども、それでもね、人に対してこう物申してるこう時に比べると、全然伸びなかったりとかしてるわけですよ。でこれね、見てもらったらすごいわかるけど、やっぱ頼仁君の周りの人間ってどんどんなんか回転早いでしょ。もうそれこそなんかなんかファーストフードぐらいなんかね、本当に早いんですよ、回転率が。だからそれを見たらわかるけど、もうそこは僕ははっきり言う、頼仁君の僕は人間性だと思ってるんだよね。でやっぱり頼仁君の人間性の中でもこう特に言えるのがね、人によってこう態度を変えたりとかすることとかで、あとはね、自分のこうパシリのようにね、いろいろ使わせたりと、自分より下の人間をね、自分のパシリかのようにそう使ったりとかするところとかで、そういう部分がやっぱりね、露骨にあるんだよね。だからそういうのでやっぱ人がね、離れていったりとか、しているところは、正直ある。でこのね、動画とかでも、そうなんだけれども、これネタで済むような動画じゃないから、これが面白いと思うんだったら、本当になんかね、緩んだネジを一回締め直すべきだと思うし、でこれ被害者のね、小島深瀬ちゃんがね、もういいって言ってるんだからいいじゃないのよ、普通に考えて。なんでかっていうと、クソ寒いから、クソ寒いてか、DV 女の子のそれこそ思考にな DV を受けている女の子の思考にもうこれなっちゃってるから、これに関してだって俺本心かどうかわからないしね、もしかしたら強がってるのかもしれないし、頼仁のことが嫌いだから強がってるのかもしれないということも十分ありえるからね。でだから本当にね、この動画見て僕は胸くそ悪いなと思いました。でも渡辺真琴と変わんないと思うし、っていうかもうなんかさ、これからさ、もうさ、YouTuber いじんだよな。こんなことばっかりこう繰り返すんだったらさ、だってさ、炎上するスパンがさ短いもんだって。しかも炎上って本来ね、賛否両論こう分かれるような内容でね、みんながこうなんかね、意見を戦い合わせるのが俺は炎上だと思ってるわけよ。でも頼仁がやってるような炎上芸、わざとね炎上させるのもそうだし、本気で炎上してるのもそうなんだけど、普通に考えて不快だって。自分よりも弱いものを叩いて、自分より強いものをこびてるから、そういうのばっかりだから、正直言ってもうなんていうか、炎上芸やる資格もないと思うし、他人に物申すね資格も俺はもうはっきり言ってないと思ってる。だからそのことをですね、ちゃんとね分かってほしいなと。でいつまでだってもあなたがやってることは、中学生高校生とかの、裸の王様でいてくださいというように思ってるね。まあ、ちなみに僕が、YouTube 上で、まあ、唯一嫌いだなと思ってる YouTuber が、まあ、よりひと君なんで、まあ、それだからきつく言ってるわけではなくて、まあ、これは本当に人としてのね、まあ、問題じゃないかなと、まあ、俺が言えた話かどうか分かりませんけど、そういうふうに、思ってます。まあ、というわけでね、もしこの動画がいいと思う方は、グッドボタン、あと、チャンネル登録をよろしくお願いします。以上、みずぎゃんでした。本日の動画ご視聴いただきましてありがとうございました。じゃあね。